吉田さん、まあ何だったらモチベーションが上がるのかってことはね、ちょっと思い出しました。私の場合なんですけども、YouTube をやっていてね、コメントが入らない日って未だにないんですよ。必ずどんな日でもコメントが入ってるんですよ。で、コメントが多いんで、もう返信できなかったり、いいねすら押せないんですよね。まあですんで、コメントが入ってるの分かっていながら、大体放置なんですよね。でも YouTube を始めて、すぐの時ってコメントって入らないじゃないですか。それが分かっていたんで、必ずコメントが入るように YouTube の動画を作ったんですよ。それが YouTube の動画サポートなんですよね。速稼塾の方にご質問いただいた際に動画で返信してコメント欄に感想を書いてもらうようにしたんですよ。そうすることによって私のアップロードした YouTube には最初から必ずコメントがつくようになったんですよね。まあそれをずっとやりながら、一般公開しながら、もしくは限定公開しながら、どちらでもコメントが必ずつく YouTube を作り続けてきて、そうするとね、自分の動画にレスポンスがあるわけじゃないですか。嬉しいじゃないですか。まあメールでね、いただいたこともありますけど、主には最初は YouTube をやることを楽しみたいっていう仕組みを作るために、私は YouTube のコメント欄に感想を書いてくださいと、返信を書いてくださいっていうふうにお願いしたんですよね。で、それを見てコメントを読みながらの動画をまた作って送るみたいなことをしていったんですよ。で、そういうふうにすると動画を、 YouTube の動画を作ると必ずレスポンスがあるから、やっぱりモチベーションにつながるなっていうふうに知っていったんですよね。でも多くの方っていうのは YouTube を上げても上げてもコメントもつかないし、再生数も上がらないからへしゃげるわけですよ。ですんで、そこでももう一つ仕組みを作って、速稼塾の連絡は全て YouTube でするっていうのを最初から決めて、そういうふうにしてて今に至るんですよね。だからもはや速稼塾の YouTube を作って再生されないことがないんですよね、最初から。そういうふうに、もしかしたらモチベーション落ちるかもしれないなっていうふうに感づいたんだったら、モチベーションが落ちない仕組みを作っていくのが、まあ、私のやり方であるかなと思います。で、そういうのを全くせずにね、ほっといて何もせずにモチベーションが落ちたんで、ちょっとどうしましょうかってね、何をやってるんだってことですよ。どんな工夫をやってんだと、今まで何をして生きてきたんですかってことになりますし、もしね、そうは言ってもこき下ろすばかりではなくて、私はこういうふうに考えてきたんですけどねっていうのが何かヒントになれば幸いかなと思いますね。多分こういった仕組みばかりじゃないですか。なんか自らモチベーションが落ちないような仕組みを自分の行動にもう織り交ぜておくってことじゃないかなと思うんですけどね。はい、じゃあ織り交ぜておくわけなんですけど、それがね、仕掛けってことになりますね。仕掛け、仕組み、仕組みの組で、いってらっしゃいませ。どうぞ。